はい、どうも皆さんこんにちは、太陽の歌です。今日もドラゴンクエストモンスターズジョーカー3、前回の続きからやっていきたいなと思います。いやー、前回からね、レベルの方だいぶ上げてきましたよ。まあここら辺はね、まあレベル60ぐらいまで上げてきて、まあドライアイとことね、まあゾーマはね、まあレベルカンストということで、まあ60あればね、いけるんじゃないかと踏んではいるんですけど、どうでしょうかね。で、今回はね、まあストーリーを進めるべくね、今いきなり噛んだけど、この、まあディスクをね、まあ使って、この指輪とかをね、取りに行きたいなと思います。これは40使うんだね。まず、八千穂から。まあ、クエストに挑戦するよね。はい。ディスクに設定された空間に到着しました。この空間内でクエストにされてくれる条件で報酬がもらえます。成績がいいほど特別な報酬をもらえる可能性が高くなるので頑張ってください。おー、はいはいはい。次はどこだ。いや、こっちだな。ちょっと待って。これできるだけ早くって書いてある。で、次は？あ、これか。これ行って、で、これ行って、いや、結構難しいですね、これ。これ行って、これ行って、あそこか。クエストクリアー。ほうほうほう。報酬は八千穂の指輪です。これより報酬ゲットの抽選を行います。あ、抽選なんだね。お、八千穂の指輪を入手しました。ほう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 、なるほどね。あ、これで全部ん？八千穂の指輪をセンタービルの地下1階にあらわに見せに行こう。一応全部取っていこうかな。まあ、陸神は討伐したんで、あとは、このホアカリとワダツミですね。これもね、先に取っちゃいましょうね。よし。やばい、詰まった。次は？どこ？全然わかんない。ちょっと待って。どここれ？あ、これか。いや、今の時間食っちゃったなー、ちょっと。これでしょ、次。次、これで、あれで、ちょっと待って。
よしよし。いいよ。いいよ、いいよ。いや、俺、てっきりね、この指輪取ったついでにもうバトルが始まるのかと思ってたんですけど、そういうことではないんですね。え？あ、そういうことこれ。あ、そういうことなの。いやね、このディスクを作る際に、いや、なんかね、レベル決められるからおかしいなとは思ってたんですが、あ、そういうこと、レベルが低いと、ゲットできる確率が下がるのか。いやー、そういうことか。いや、それ、道理でね、0.1% とかなるわけだよね。ってことは、ある程度レベルは高く設定してあげないと、取れないってことか。レベル40になってたからな。もう同じぐらいまで上げときましょうか。で、これで使用すれば、あ、でもこれ40も使うのか。なるほどね。レベルが高ければそれだけ、まあ、ゲットできるチャンスが広がると。ん？これ何？どっから行くの？え？え、ちょっと待って。これ何？いや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 。これすごいやりづらいね、このマップは。え、何これ？いやいやいや。いやいやいや、ちょっと待ってくれ。いや、強っ。何これ？強いんだけど。よっ。うっそ、マジかよ。いやー、これはちょっと。なるほどね。こんな感じなのか。これある程度お金貯めないと、これ集会はきついですね。ちょっとお金がね、あんまりないから。こっちか。んーで、え、ちょっとやめてくれ。やばい。危な。で、ちょっと待って。で、あっち？いやー、結構このマップは大変ですね。
お、やっとゴールか。いい。いいよ。いいよ。ふぅ。A か。64%。これどうだ？引け！よし、来たんじゃない？オッケー。ふんふんふん。で、もう一個は、よっと。ただスタミナが回復してるかどうかなんですけど、足りないな、ちょっと微妙に。なんで先にちょっと討伐をやりますか。おかえり、うまくやったみたいね。手に入れたんでしょ、アクセサリーを。そのアクセサリーを持ってポイントゼロにあるルキア先生の研究室に行きなさい。三聖神と戦えるよう時空の裂け目の封印を私が解いてあげるわ。なるほど。ちょっと一旦回復して、いやー、どんだけ強いんでしょうね。気になるところではありますけど。これパーティーこんなになってるけど大丈夫かな。一応、一応こうしとこうかな。多分大丈夫だとは思ってはいるんですけど、いや万が一ね、強すぎたらやばいですからね。でポイントゼロ、お待たせ、太陽の歌。それじゃあ封印を解くとしましょうか。封印が解けたら、そこの時空の裂け目から三聖神のところに行くことができるわ。でもくれぐれも油断はしないこと。なんて、あなたにはいらない説教か。なんかすごい装置ですね。時空の裂け目の封印を解いたわ。これで陸の神ヤチホコと戦えるわよ。あんたの勝利を祈っているわ。頑張んなさいよ、太陽の歌。もちのろんだ。いやーねー、これ頑張りたいぞ。一応ここでもさらにセーブしとこう。で、これに飛び込めばいいのかな？よっ！いやー、怖いですね。なんか宇宙空間みたいな感じ。
こういうの。この石碑ですね。なるほど。石碑へのアクセスを確認。特にラナルータを入手します。ラナルータを覚えた。ラナルータは今いる場所の昼と夜を入れ替える特技です。モンスターには昼しか出ないもの、夜しか出ないものがいます。そのようなモンスターをスカウトするとき使っていくと良いでしょう。なるほどね。これだよね、絶対。え？はい。なんかいるよ、これ。うわ、やば。これ絶対やばいでしょ。弱や地鉾。大地の力を宿す偉大な雷。人の声を、世の命の輝きたる星のかけらを求めて、ここに来たのかい？ならば世に力を見せよう。力なき者、星のかけらを得る資格なし。いやー、恐ろしいですね、これは。とりあえず、兜割りでもしときますか。兜割り、砂煙。まあ、砂煙重要ですからね。で、相手なんかね、打撃系っぽいけど、どうしようかな。あ、でもスクルト覚えてねえんだから、そういえば。一応魔法ターン貼っときましょうか。まあ、何言ってくるか分かんないですからね。兜割り、よし、いいよ。海破山、いいね。砂煙、あ、全然食らわないじゃん。何これ、光の旋風って。岩石落とし？めっちゃ食らう。めっちゃ食らうじゃん。さらに砂煙を上げ、やって、ね、マヘロデスとかは、あ、食らうね、一応。悪魔の呼び声。よしよし。まあ、砂煙はね、大事ですから。いいね。いてつく波紋？これなんだっけ？ジバマータ。よし、そこまで食らわないぞ。よしよし。よし、行け。
さらに守備力を下げてくるか。剣の舞、悪魔の呼び声。爆裂剣。いいよ。これが200ぐらい先食らったんだよね。やっぱ食らうね。いてつく波紋。ジバマータ、またしてくるか。おおおおお。よし。剣の舞。よし。いいよ。見事なり。お？なんか光ってるね。陸のスターピースを手に入れた。なるほど。わざわざ行かないといけないの？なんかここにアイテム落ちてたりとかしない？はい。なるほどね。ただね、ボス的にはね、ラスボスとかよりは、そこまで強くないような気がしますね。スターピースを手に入れたの？驚いた。正直無理かもって思ってたし、私の見込んだ子だとはいえ、やるものね。あんた、完全にアンセスを超えたかもよ。ともかく、スターピースが手に入ったからには、ここから先は私の仕事だわ。すぐにあんたが持ってきたスターピースを未完成のスターシドに組み込むわね。懐かしい。スターシードを触っていると故郷の星でのことを思い出すわね。最初のスターシードを作った頃、私はまだ先生の助手になったばっかりでね。右も左もわからなくてさ、ドジばっかりやって武器や先生によく送られたものよ。アンセスたちが命がけで手に入れたものを無駄にするつもりかいってね。でも楽しかった。星を作る研究なんて移民計画がなければやらなかったろうし。なんか回り始めた。これでよしと、陸のスターピースの組み込みが終わったわ。残るスターピースはあと2つ。あんたになら集められるわ。必ずね。だからちゃっちゃと集めてきなさい。あんまり女の子を待たせるもんじゃないわよ。了解です。じゃあね、一旦、センタービル帰って回復してこよう。
はい。てなわけでですね、今回は陸の神、ヤチホコと戦ってみました。でもね、今のメンツだったらね、まあ特に問題はなかったですね。まあただね、種滅の時でしたっけ？あれはね、まあ結構きついですね、やっぱり。なんでね、次回は、今度海のね、まあ海の神と、まだね、空のね、神様が残ってますので、そちらをね、まあ、順次、倒していきたいなと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左上の方にチャンネル登録はこちらというバナーの方が出てると思いますので、そちらの方をクリックしていただければ大変嬉しいです。それでは、またねー。